今日はですね、カメラ設定、iPhone の撮影の時に、カメラ設定についてお話をしたいと思います。はい。じゃあ、ちょっとこれ、右下、右上の方かな、出てると思うんですけど、この iPhone で設定っていうボタン、まずカメラを撮る時に、結構、iPhone のカメラって設定できるんですね。例えば、ちょっと30フレームって言って撮ったりとか、60フレームで撮ったりとか、まだちょっと分かんないと思うんですけど、カメラの設定ができて、それのフレームによって、例えば映る雰囲気が違ったりとか、ちょっと映画風になったりとか、なんかスポーツの時とかでもちゃんとスローモーションが撮れたりとか、そういうことをするんで、ちょっとお話をしておこうと思います。で、ちょっと設定のところでこのカメラっていうボタンを押して、そしてこのビデオ設定ってところですねを押します。そうすると僕 iPhone 7 Plus を使ってるんですけど、これって720/30fps、 1080p の HD30fps、 1080p の HD60fps、 4K の 30fps ってあると思うんですけど、まず720、僕の iPhone だと720からあるんですけど、720の場合はちょっと画質が汚いです。なんでかといったら720ってこんだけの枠しかちょっとないので、必ず撮るときは1080以上で撮ってください。でこれ携帯によって 4K がなかったら多分1080が、マックスだったりとかすると思うんで、1080で撮ってください。で1080の中でも30か60あると思うんですけど、これの違いについてちょっと話していきます。じゃあちょっと永田くん来てもらって大丈夫ですかね、はい、ちょっとモデルの永田くんを、でこれ映像でちょっとね見せないと分かんないと思うんで、はい、じゃあまず 30fps からやりますね。でこの30とか60っていうのは1秒間に30回このコマフレームがあるか、それか1秒間に60フレームがあるか、その違いなんで、じゃあどういう風な感じで映像に違いが出てくるのかをちょっと喋ります、はい、じゃあまず30で撮ります。はい、じゃあもう一回こっち側、はい、OK です。じゃあ次60で撮ります。はい、よーいスタート、よーいスタート、オッケー、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。で、何が違うかっていうと、今多分、ちょっと映像の方で見せるんですけど、スローモーションにした時に、例えば、こういった速い動きとかだと、1秒間に30回しか、フレームがないと、すごいガタガタした動きになるんですね、スローモーションの時に。今映像で見えてると思うんですけど、カクカクカクみたいな。なんですけど 60フレームで撮った時っていうのはすごい滑らかにスローモーションができてると思うんですね。わかります。そう、その違い、スローモーションにした時にちょっとその結構違いが出るよっていうのが30と60なんで、まあもし普通の時、普通に例えばワンちゃん撮ったりとか、お子さん撮ったりとか、旅行行った時に風景撮ったりとか、その時はまあワンちゃんとかだとすごいね早く動くかもしれないんで、後からスローモーションにする時はちょっと60の方がいいんですけど、まあ速い動きの時は60を使う、まあ普通の時は30で OK っていうふうにちょっと覚えててください。はい。で、あとはまあ一般的にはちょっと広げて説明するんですけど、30だとニュースとかよく使われてます。で60とかだとスポーツとかの現場とかで結構使われてるんで、まあそういうふうに覚えておいてください。はい。ということで、カメラの設定の話でした。でもう一個すいません、最後に 4K っていうのがあるんですけど、これだとねすごい大きく撮れるんですね。 iPhone だけどすごい大きい画面で撮れるんですね。1080だとこんだけなんですけど、 4K だとこれぐらいのデカさで撮れるんで、ちっちゃくした時にめちゃくちゃ綺麗に映ります、 4K の方が。だから 4K の60とか iPhone X とかあると思うんですけど、もしそういうので撮れたら 4K の60とか 4K の30とかで撮ってみるとより綺麗な映像が撮れるので、やってみてください。はい。